今日は私こと管理人が先日第二種電気工事士の学科試験を受けてきたので、その時の様子をお送りします。試験の後、親戚の家にお邪魔する予定なので、今回大宮の試験会場にて学科試験を受けることにしました。大宮駅で出口を探してうろうろしていたら、駅構内に謎のポストがありました。無事に駅を脱出、これから試験会場を探す旅に出ます。ちなみに管理人は方向音痴なので、スマホのマップが命綱です。なんとかたどり着けました。試験の様子などは後日別の動画でご紹介しますね。試験後、親戚のために美味しいパンをお土産に買って帰ろうと思います。お目当てのパン屋が見つかりません。おかしい、マップではこの辺りのはずなのに。勘を頼りに商業施設の中に入ってみます。ありました。なんてわかりづらいんだ。無事購入できたところで、今日はここまで。ちなみに親戚のお家で食べたパンはうまかったです。次回学科試験についてご紹介する予定です。ご視聴ありがとうございました。